マルティーナ・フランカは、イタリア共和国、プッテア州ターラント県にある都市で、その周辺地域を含む、人口約4万9千人の基礎自治体。県と、ターラントに次県内、第2位の人口を有するコムーネである。1975年以後毎年開催されている、オペラの祭典でも知られている、ターラント県北部に位置するコムーネで、バレディトリアに所在する。 マルティーナ・フランカの町は、県とターラントの北北東、約 26km、ブリンディジの西約 51km、州とバーリの南東約 60km に位置する。コムーネの面積は295平方キロメートル、あまりに及ぶ。これは、イタリアのコムーネの中でも広い部類である。ターラント県外略図隣接コムーネ。編集隣接するコムーネは、以下の通り。BA は、バーリ県。 BR はブリンディ事件所属。死壁に囲まれており、バロック様式の指紋を有する旧市街には、多く狭く曲がりくねった道と広場がある。17世紀に建設されたドゥカーレ宮殿に面して、旧市街最大の広場であるピアッツァリローマがある。緑地ともなっている。中世のマルティーナ・フランカには、多くのユダヤ人が暮らしていた。1495年の時点で、人口の分のは、 ユダヤ人か、キリスト教に改修した、ユダヤ人であった。1495年、市は、ユダヤ人が来死して居住することを禁じ、ユダヤ人が虐殺を受ける事件が生じている。マルティーナ・フランカには、以下の分離集落がある。DOC ワインである、マルティーナ・フランカの産地である。1975年より、毎年夏に、オペラの祭典である。 フェスティバルデラバー・バンレディトリアが開催されている。プロサッカークラブである AS マルティーナ・フランカ1947のホームタウンである。2013から14シーズンでは、レガプロセコンダ・ディビジオーネに属している。マルティーナ・フランカ駅地方鉄道である、スドエスト鉄道が走っており、マルティーナ・フランカ駅は2つの路線の分岐駅である。鉄道によってバーリー、ターラント、レッチェと結ばれている。 ありがとうございます。